で関連してですね、14番、えー、秋のつゆみさんのツイッターを吉田副団長がちょっとリツイートされておられるんで、えー、ちょっとあの説明とコメントいただけますか。あえー、と14番ですね。これはなんだっけ、も、えー、ともとがなんの記事だ、これ、惜しいの。じゃちょっとやりましょうか。お、えー、お願願いいししまますす。 秋野つゆみさんのツイッターですね、<あ>この写真、いいい、いい、ですす。か、はい、はい、はいいいはい、じゃあお願いしまこれはですね、自称女性、確、え、保、ー、身体男性のラグビー選手が1試合で3人もの女性選手に重傷を負わせ、ようやく退場に、カナダでの出来事、えー、こんなこと、日本で絶対に起こってほしくないですねという、まあえー、この英語、英文の記事をですね。 えーまあ、引用リツイートしたものですそれで、これ、あの私、これ以外にも何度も実はあの過去、ツイートを続けているんですけれども、その身体男性、私は心は女性ですと言っている人が、もうその、えー、世界中でですね女子スポーツに、えー、入って、ですねでたくさん、ですねあの生来の女性のスポーツ選手を、 再起不能にしたり、えー、重症にしたり、えー、もう損ない続けてるんですね。あのー、で、それを、な、ま、ん、あ、だろう、その国ではですね、それだけのことが起きても、まあ、その、自、えー、任、女性だと主張する、自任する人の権利を優先して、まあ、それで、まあ、重症になったり、あのーまあ、再起不能になって、 復帰できなくなったりしたような、そのスポーツ選手生命を絶たれるような人が出てもですね、それをまあ、変えようとしないみたいな国とか地域が、まあ、いっぱいあるわけですよ。で、これは、下手をすると、日本も将来ね、そういうふうになるということを、その LGBT 関係者が実は一番よくは知っていて、 それを一生懸命この紹介してくれるんですけど、これを、ま、あの、政治家で一生懸命紹介する議員が非常に少ないですよね。あの、ですから、ま、皆様、ぜひこういう、え、ま、外国の事例なんかをですね、一般の、あの、ま、NHK とか、 TBS とかしか見ないような人たちの目にも届くようにですね。まあ、ぜひあの、ネットの力であの拡散してご紹介いただきたいな、という記事であります。はい、ありがとうございます。まあね、本当にあの、稲田智美議員がね、昨日ね、昨日のこの番組で、私こそ保守だっていう言い方していて。 で星とは何じゃみたいな話はね、まあんあまりあのくどくどしませんでしたけどもやっぱりこう自然が与えた男性女性の区別を、まあ、例えば一つの事例として自然の秩序とか自然が決めたそのルールってやっぱあると思うんですよね、えー、日は昇り日はまた沈むみたいなそういう壮大な話もまた含めて。 でその中で精神的なその知恵から生まれて出てくるものもですねそういうこの全体的なその秩序の中に比べればもう極めて小さいものだと、えーまあ、例えば性自認という概念もそれに入るわけですよねでスポーツも 自然から与えられた男女という区別の中で分けてやられてるとそこに自然の摂理とはちょっと違う人間のおごりの入ったものの考え方という概念を入れることによってまあスポーツも世界もガタガタになっていくんでしょうねここにねやっぱり早く気づいてもらえるように我々もっと声をね強く上げていかなきゃいけないですよね だから例えば、ですね、まあはい、稲田朋美大先生には、ですね、まあ、例えば外国と同じように、その自、えーまあ、任女性、えーまあ、性器も筋肉も男性という、ですね、まあ、こういう性自認の方と、ですねあのフルコンタクトでね、仙人勝負とか言って、ですね、まあ、あの空手とかですね、えー、そういう勝負を、まあ、身体男性、心女性の方とね、 あの千人ぐらいとフルコンタクトできちんと協議をやっていただいてね千人終わった後でねまた出場していただければなと思いますねはいありがとうございますそれでは続きましてですねまあちょっと次いきますかえっと十一、はい、番参りましょうかえ山口信弘氏がズバリということでなおさん もうツイッターですね。うん、なるほど。これちょっと動画を見てみたいなと思いますね。自民党の国会議員は三百十人。安倍さんを中心とした保守派は。山岸さん曰く六十名ぐらい。だったそうです。やはり二割弱。うん。これあの、私も聞かれた時、二割いませんという。言い方を常にしておりました。その保守も。 現在は安倍さんという司令塔を失いリレ、リベラル化の歯止めにならず、唯一保守国政政党である参政党の飛躍しか,りしかリベラル化止められない。あ、これ、ナオさんがそうおっしゃってるんですね。で、この動画っていうのは、あ、CGS か。 あのこれは神谷総平参議院議員が運営をしている、私もあのよく、昔、のこのチャンネルによく出てたことがあるんですけど、そういう意味合いですね、ならばわかります。なんで賛成党が出てきたのかっていうところなんですけど、副団長の前にちょっと私からさらっと言わせていただくと、山口さんおっしゃる、 私もあのどのぐらいいるんですかって言ったら、2割いないと、それでじゃあ、なんで2割しかいない状態で自民党が保守政党っぽく振る舞うことができたのかということになれば、これは安倍晋三というもう、保守の三旗が官邸のトップとして総理大臣にいたからです。数は少なかったけれども、 官邸から指示が飛んでいたので、自民党の我々、もういつも言ってましたよね。絶滅危惧種、もう弱小保守が、なんとか官邸が安倍元総理でいたので、絶対数的に少ない我々のまあ考え方が自民党の考え方に相当、まあ、染み込ますことができたと。 ところが、まあ、現在の状況を多くの方々が憂えていらっしゃるとただまあここでその、まあ、唯一の保守,政保守政党である参政党って話になるとちょっと僕意見が違うんですけど 副はそうですね、あの、この、えー、CGS って、まあ,あの、神谷さんたちがやってる、まあえー、番組で、僕も1、2回だけですけど、まあ、出させていただいたことはあるんですが、まあ、だからこの番組では、やっぱりねあの、神谷さんたちが、 もともと大きくしてきたそのまあ番組なので、賛成党を上げをするのはまあ当然なんですが、この番組の中でね、山口、ジャーナリストの山口先生がおっしゃっていることで、最近、最新の自民党分析として、僕はやっぱりこう気になったっていうのは、今、急速に自民党がリベラル政党に変質しつつある、急速にリベラル政党に変質しているっていう。 このご指摘はね、あの私もこの、まあ、安倍元総理暗殺以降ね、あのあなるほど、これを言語化するとこうなるなと、あのうん、本当にそう思うんですよ。あのっていうで、その状況をなんとかするためにはっていう、まあ、その思いで、いろいろ頼りになりそうな政党が本当になくてですね、<laughs> そうすると、まあ、ちょっといろいろ突き抜けたことも言っちゃって、 政策に入っちゃったりしてるけれども、やっぱり参政党さんね、神谷参議院議員がえ国会でいろいろ質問収集出していると、これはもう私もこれは素晴らしいってい収集を出していたりですね、あのいろんなことがあって、まあ、本当に、ね、数少ないあの、まあ、期待を寄せられる部分と寄せられない部分あるんですけど、うん、にかに寄せるところないよねっていうぐらいの日本は今、 本当に悲惨な状況ですので、まあ,あの1面こ,こういうあのまあ、表現の仕方がある。あるよなとは思います。はい。そうですね。まあ私もね。あの基本的には期待したいです。ええ、あの政策的にはあのバッチリ合うところもあれば。 全く合わないとただ、例えば憲法改正についても、緊急事態条項の話をすると、参政、うん、党支持者の方々とは、え、なんでこんなにこう、んだろう、ね、ガチンコで合わ,合わないんだろうとか、うん、いうようなこともちょっと多々あって、あとまあ、あの私はあの基本的に、参政党の勢いというものには期待してます。 つまり自民党を脅かすような、まあ、ま,ともまともな野党として成長していただきたいということをいつも申し上げるんですけどあの <laughs> なんでもっと褒めないんだっ,つってすごい参政党のことに触れるとですね、ちょっと私あのメールボックスがちょっとパンパンになる傾向がありまして。<laughs> えー あのちょっとあの困惑することが時々あるんですね、ただね、沖縄に行くとね、やっぱ参政党の方、やっぱすごく多いですね。で安全保障に関して言うと その、やっぱり緊急事態条項が必要であると。だけど、それ以外のところは、やっぱ必要じゃない、必要ないんじゃないかとかいうような。ですから、まあ、あの、何を保守として言うのかっていうのは、まあ、いろんな議論になるんですけど、まあ、あの、私も副団長同様ですね、あの、賛成党には期待はしたいと、えー、思います、えーあの。余裕をかましている場合でも、 ありません。自民党は自民党でもっと頑張んなきゃいけないからというところですね。はい。それではですね、うん、あ、そう。さっきね、吉田、あの、副団長が、あの、口にしたいね、あの、つまりね、リベラル化っていうのは、最初からリベラルなんですよ。え、つまり官邸の力がスコーンとなくなった時点でっていうことで、ね、これはね、僕も自民党に入って12年目になりますけど、 本当にあの親中派の方々、えー、韓国大好きな方々、あ,あるいはあの働き方改革とかいうことに関してもね、この人、まるで社会主義者じゃないかって思うような自民党の議員がたくさんいる中で、やっぱりしんどかったですよね。えー、ただ、官邸が保守の御旗。 ああを上げてくれていたので何、えー、とかそうなってきたということなんで、ね、元々やっぱり、ね、リベラル制度だったっていう言い方まで言っちゃってもいいかなっていうそういう感じがしますね変化というよりは最初からそうだったというそれが表に出てきてしまうとだから深刻だということであります、えー、ありがとうございました。 はい、えー、とそれでは次、まいりたいと思います、えー、と次はですね、あ質問を頂い,いてました、はいえー、エースドンさん、新規メンバーの方です、どうも初めまして、ありがとうございます、ま質問です高市さん総、高市氏は総裁選に出るぐらいの人物なのに、なぜ無派閥なんですかと。<laughs> あこれは昔、派閥に入っていらっしゃいました、清和圏に入ってました、ただ、えー、何かの事情で、えー、派閥を離脱されたという、で私は細かなことはあの聞いたことありません、えー、なんかあの、派閥の,そのパーティー権の、うん、なんかあの、処理の仕方で、えー、ちょっとしたこうあのいざこざがあって、 高橋さん個人がじゃなくてですね、まあ例えばそんな理由だっていう風に先輩方からは聞いているんですけども、まあ、無派閥であるということのメリットもデメリットもいろいろあるんですけども、まあ、私はあのなぜ無派閥かということについてはそれしかあの存じ上げておりません。はい、ごめんなさい。はい。もう一つ質問来てます。山根亮太さんメンバー6ヶ月です。ありがとうございます。ます質問です。 マイナカード返納運動なるものがあるらしいですが、返納したとしても、マイナンバーは存在するわけで、意味、あるんですかえ、マイナンバー、あの現場の <laughs> 中野区議会議員副団長、コメントお願いします、はいあのまあ、マイナンバーはもう国民全員に割り振られて、まあ、番号で、まあ、それに基づいて情報の管理は、えーさ,れてえー、されます。 でされていますなのであの、返納されることは、まあ、あのもちろん、ねまあ、できるので、えーまあ、自由です、なので、意味がまあ,あるとすればです、ね、まあ、本人が使えないっていう、まあ、不便ですねっていう意味がありますね、はい、以上ですそうですね、もう全くそのと、えー、あり、返納することで、えー、メリットはないです。えー 周りがどん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 便利になっていきますんで、えあの不便な状態であの日常生活を送っていただければ、それはそれであの人それぞれの,あの生活でいいえありますんでね、はい、はいいそういうことで、えあの多分んご質問いただいたあの山根良太さんもあの皮肉を込めて質問をしてくださったんだと <laughs> あの思います。あれ誰だっっっけ変能運動やったって ララササーールル運動のなんか本人は変動しましたっていうなんか喜びツイートはしてましたね。ねえ。ねえー、まあ、例えばその、あ副団長って確かさ、クレジットカードやってなかったんだっけはい、やってないです。LINE もやってません。LINE <laughs>、はい、もやってます。LINE とクレジットカードはまあ別物だけど。 あとじゃあ、例えば銀行のキャッシュカードは持ってるんだろうけど、このスマホで。銀行き落としてはできます。で、送金とかはスマホでやるやったことほぼないですね。ああなるほど。なんかネットでなんか物買わなきゃいけないっていうようなときは、僕はできないので、頼めたら人にやってもらったことがあります。な これいいよって言われて、お勧めいただいて、俺、ネ,ネット決済、ネット買い物できないんだけどって言ったら、代わりに買って、僕が現金払ったみたいなことはありまあ、で、その例えばオンライン決済とかいうのはやらないのやったことはないですね。それは、な,なんかあのポリシーがあってやらない。あそうですね。クレジットカードが嫌いなので 知らない間に借金が積み重なっているのが怖いので、あるいはなんかあのなんか乗っ取られて、変なこう借金を背負わされるとかいうことがないので、だからよくメールとかでか、アマゾンを語った、あ,のあなたのアカウントが提出するから100万円払いなさいとかよく来るじゃないですか、なんか詐,詐欺メールが。もう大体全部、うん、あ俺、アマゾンやったことないしってバーッてババババ,バ,バって全部切れあの捨,て捨てられるんですよ。 なるほど。はい、ちょっとこの質問を振って、次がつな続かなくなりました。<laughs> すいません。僕 <laughs> 的には確かクレジットカードやってなかったなと思って、あの質問してそれを思い出して、僕は実はもうほとんど現金を使わないです。はい、おお、までですぐ、えー、もうほとんどクレジットカード、あともうあのスマホ決済、えー。で、東京ではほとんど現金使わなくて、ね、まあ、大阪に戻ると、やっぱりまだ、 現金が必要ですよね、まあ、要は何が痛かったかというとあの、まあ、例えばラサール石井さんもです、ね、きっとクレジットカードだとかスマホ決済だとかこういうこと多分やられてると思うんですよネットでのオンライン決済とか、うん、でもこれもやっぱり相当トラブル多いんですよね。 えー、あんまり報告されてい,いないだけで、まあ、それはあのケアレスミスの、まあ、重篤なものはね、多分あの所管の省庁はやっているとは思うんですけども、まあ、要は民間がやってることは信用して、国がやってることは多分ラサール石井さんはた、まあ、多分何をやっても信用なさらないんでしょうねみたいな、そんな話をしたかったんですけど、<laughs> <laughs> 別に罪 <laughs> はないから大丈夫です。はい そんなあのざれごと言ってる間に22時59分、23時と、えーはいえー、今週はあの月曜日から時、えー、22時から22時、えー、30分までは一般公開ライブ、えー、22時30分から23時までも、えー、メンバー限定ライブという形であの構成、えー、変わった状態でですねあの木曜日までお届けさせていただきました。 はいえー、それでは、えー、来週また月曜日皆さんお目にかかりましょう、えー、団員の皆さん、えー、最後までご視聴いただいてありがとうございました副団長お疲れ様でしたおやすみなさい、はい、団員の皆様そして団長ありがとうございました